はいどうも皆さんこんにちは、ピヨチキチャンネルウープネシのフィオドです。さあ今回も東方位相決やっていきましょう。今回はこちら孤島の樹海森にうごめく幼虫でいいのかな、これ虫なのか虫だよね。うん、この虫3つのやつ。こちら敵の属性が火が1、炎が3、闇が1でウェーブが1となっておりますので、まあ火と闇を、粘属性に変換して、ぶっ倒していこうかなという考えから、リリーホワイトさんで、いつもならねここのところにもう1体火力メンバーとしてスイカちゃん入れているんですけれども、このメンバーでいる時に、いやデバフが足りなくないですかという、コメントがあったので、今回はお試しということで、はい、結構前からいるアリスちゃん、かっこそんなに強化されていないを入れてみたいと思いますね。かっこそんなに強化されていない、残念。こちらアリスちゃん覚えているスキルが、こちら高度後 SP 回復 50% の結界で CT 増加で、重要なのがこちら全能力 30% を減少させることができる単体攻撃技で、全体の速度を上げることができて TP を削れるという、キャラクターでございます。TP 削りキャラ&デバフ要因という感じでなっております。はい、ちょっとねサポート役が2体にデバフ役が1、火力が1っていう感じなんで、まあ1体ずつ確実に仕留めるという動き方ができればなと思っております。ということでいきましょう。まあ名前間違ってるかもしれないですけれども、孤島の樹海森にうごめく幼虫いきましょう。ナイトロナイクスタート。さあどうなってるか、アリスちゃんの使い心地云々は出てきたな。これなんだっけ、カトブレパスじゃねえんだよ。カトブレパスは地属性のブームビートル。おー、なんか重厚な感じでいいですよね。なのになんか技アサシネイトって結構軽そうな技なんですよね。速度も地味に速いです。このキャラ558、普通のキャラよく速いんじゃないかな。そうだよね。リグルちゃんが TP1 技威力135の全体攻撃を、2つか、こちら粘属性と非属性で、確率能力減少を、防ぐと 67% ですね。で、ヤマメちゃん TP1 技威力225の単体攻撃 CT30% 減少で、全体の攻撃速度 22% ダウンの攻撃中 CT にも 22% のダメージ。大妖精ちゃん TP1 技威力135、炸裂攻撃のいずれかの能力 10% 減少、全体の能力減少 22% 回復の全体の防御速度を 22% ダウン。はい、残るは粘属性がまずドゥームビトルでかい、でかすぎる。粘属性が2いて非属性が1、闇属性が1という出方をしているので、残る1枠は粘属性で、ここの状態で出てきてないってことは大ボス枠な可能性あるよね。ちょっと怖いな、怖いなこれ。てかもう完全にドゥームビートルにヤマメちゃん飲み込まれてんじゃん。もうなんか捕食された後みたいになってる。なんだろう、こうなんか肉塊の中から足だけ出てるっていう、そんな嫌な感じ。でもドゥームビートルぶうんぬんをやるためには属性変換を斜めでやられてんのちょっと嫌ですね。これちょっと迷惑。まあアリスちゃんを含めて3回やることができるので CT ブースト、そこはまあいいんですけれども、誰を動かすか。フランちゃんはラストでいいか、いやどうするか本当に。いやー、いやってかそもそもまあとりあえずリリー・ホワイトちゃん、アリスちゃんの2名をまずはブーストさせて、アリスちゃんで誰をブーストさせるか、それによりますよね。さあシュガーサテラちゃんも撃った、ゆかり様撃った、で、セイガさんもあれなんでスクナちゃん交代で、こちらはヤマメちゃんの属性にそもそも入ってくれるから、ナイスダメージで7291、結構いいダメージ入りましたね。さあここでココロちゃん、ココロちゃんの能力再確認、デバフと自強化か。じゃあ別にコ
ころちゃんを動かす必要ないか、先に CT をねこの子を減らすんですけれども、デバフはそもそも敵に今回効きづらい状態なんで、まあ大妖精ちゃんとかで回復するのもそうですけれども、他回復キャラクターはいないけれども、まあ防ぐキャラクターが多いんでね、うん、今回はそのまま CT 増加はフランちゃんで、結界持ちが、そうですよね、結界持ちがここにいるんで、もうすでに心ちゃん以外は全員 100% がかかっちゃってるんで、一旦置いときましょうか。うん、で、まあちょっとデバフはかけるか、一番体力の多いドゥームビートルいきましょう。かかれ、攻撃だけが下がる、まあまあまあ最悪攻撃下がるだけでもいいや。で、リーホワイトちゃん障壁展開、てか結界回復もありの結界ありの障壁あり、もうなんか相当バカスカにいろんなものを集めてますね。さあとりあえず誰を属性変換させるべき、リグルオアヤマメ、どっちが、うん、デバフで攻撃速度を下げる、ヤマメちゃんの方が動いたらめんどくさいか。じゃあヤマメちゃん変換しましょう。 OK、 さあ変換しました。でスターライトパレードの防御ダウン、ナイスアタック。さあここでフランちゃんは攻撃を上昇させるのはちょうどこれでいけますね。で属性エンハンス、ドゥームビートル、これ単体でできるか、令和テイン、令和テイン威力500、抜群特攻、防御は微妙に下がってるか、 25% 下がってる状態、いや違う、これ防御じゃないの、防御 100% か、何も変化してないの、速度の部分見て、さあ46000、微妙に耐える。さあここで暴速ダウン入れてからの方が良かったかもしんないな。まあ考えてもそこは仕方ないことなんでしょうがないとしましょう。いやーでもドゥームビートル防御ダウン本当に効かないな。で速度上昇はかけますけれども、どうするか、ドゥームビートル、パッシブでね CT を下げることができるんで、ドゥームビートルを巻き込んで下げる。で残り2860、これ倒せるんじゃないか。まあまあまあ、リグルは一旦無視で、おっドゥームビートル倒した、あれごめん、なんかヤマメちゃんもついでに倒した、ミスチー、後ろから出てきたのはミスチーですね。 ATP 2技威力180、全体攻撃ですね。あとは全体の攻撃速度を 22% ダウンの CT、 攻撃時 CT にも 22% のダメージと、よかった大ボス枠じゃなくてモンスターライトパレードで大妖精ちゃん退場、 OK です。令和ティーンは出てきたばっかりのミスチーごめんねと、 OK ナイスダメージ。さあ今回そんなに言うほどデバフを使っていないが、まあ障壁はもう貼っといて問題ないでしょう。デバフもかけましょう。今回はねデバフ防ぐキャラクターが多くいるっていうのもありますけれどもね、今回に限った CT 削る方がちょうど良かった、説というかもう完全にその通りですけれども、まあ勝てればいいんですよ。無駄なキャラクター1体いてもね、2体いても3体いても4体いても、4体いたら勝てないか、まあ、無駄でね溢れていてもね大丈夫なんですよ、勝てれば結果が全てだっていうね、ある意味僕結構一番嫌いな言葉ではありますけれども、まあ実際問題は結果が全てですから OK です。はい、ということでステージクリアです。秘伝の書が2つと口伝の書が1つゲットですねと。さあじゃあ道中どこか攻略しましょうか。はい、ということでじゃあ適当に、蛇神の遺跡こちら行きましょうか。じゃあもう雑談パート行きましょう。これでいいかな、ちょっとパーティー、あーうんうん、まあまあまあいっか、ひじりさんの代わりにいるけど大丈夫だよね、行きましょう。蛇神の遺跡の道中のアイドルルナティック&雑談パートです。はい、まあ一応道中ということでね、雑談パートなんですけれども、ちょっと今回うんぬんはね、さっき言った努力、あの結果が全てだっていうやつのことに関して、補足説明というかなんというか、まあね
流れでポロッと言っちゃいましたけれども、結果が全てという言葉が僕は結構嫌いですっていう、って思う方もいると思いますけれどもね、まあ実際問題世間はね結果が全てなところありますけれどもね、何でしょうか、あのテストの結果が悪くてもテスト勉強をしたのは自分ですからねっていうね、そういうことを考えてもらえると分かると思いますけれども、何でしょうかね、テストの結果が低かろうが勉強したっていう結果はあるじゃないですか。でそれでも親からテストの結果がどうせ低かったんだから勉強してないんだろっていう風な感じで言われて悲しくなるっていう経験が過去にあったという、ただただそれだけ、やってるのにっていうね。でも結果から見るとそりゃね、勉強してないんじゃないよ、してないで遊んでたんじゃないのみたいなね感じの疑いがかけられてという運命ですということです。まあただの愚痴になりましたね。そんな感じで僕は結構この言葉が嫌いという話でした。はい、ということで話は一旦終わりましょう。で、そうだ、新しい実況のねシリーズというか、まあこの夏休み限定でちょっと短めにやる感じのものなんですけれども、動画の方で言っていた、まあちょっと今回の実況とは関係ない青鬼の実況なんですけれども、もうそろそろ上がるので、現在2019年8月の26日なんですけれども、まあ2019年の9月1日までには確実に上がると思いますので、よければねご視聴よろしくお願いいたしますという、はい、まあ、あとは編集残すのみなんでね、そこのところさえ編集すれば上げられますと、僕が慌てまくってやってますのでね、ホラーゲームが苦手な方でもね僕の慌てように驚いてくださればと思います。ですかね、ホラーってなんでみんなあんなに普通に見れるんですかね、怖くないっていう。テレビ番組云々のやつもそうですけれども、僕血の表現とか結構嫌いなんでね、なんか血が出てくるゲームもできる限り血のグラフィック下げてやっちゃうんですよね。それぐらい嫌です。なのになんかここがいいんだよって言われて、なんか本気でこいつは何なんだって思った時ありますけれどね。さあ、そろそろそんな適当なこと言ってたら終わりそう、終わりましたね。 OK です。もうなんか片手間に処理されてく雑魚もかわいそうですけれども、なかなか強いと思うんですけれどもね、まあしょうがないということで、クリアなんで今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。